わけで本日はこちら、ダダン、なんだろうこれ、リーディアさんの AB ウィールっていうのをやってみようと思います。中に入っているものは5つです。なんかよくわからないシートと車輪が2個、そして取っ手が2個ですね。これをつけていこうと思います。何にも説明書が入ってないのですが、絵に書いてある通りにすればこういう風にして出す。こんな感じかな。はい、これでできました。こんな感じかな。で、ここに、あ、わかった、多分こういう風にするのかな。いまいち使い方がわからないんですけど、やっていきます。多分これでこうやって、はい、あ、やばい、これやばい、ダメだ、むずいわ。こんばんは、おはようございます。こちらあかね大佐です。というわけで本日は腹筋をやっていこうと思います。腹筋じゃなかったわ。というわけで本日は改めましてこちらをね、挑戦していこうと思います。前回これをやってる最中にケロちゃんにカメラを壊されるっていう事件があって、お陀仏になってしまいました。どうしても治らないね。あの出っ張りのところがウィーって出て、ビッグウィーって閉じなくなってた。というわけでやっていこうと思います。現在の状態としてはマジで本当に2ヶ月前とあんま変わんない。というのも何にもやってなかったんですね。 こんなに出てるよ。これがいらないよね。これが、まあいいや。ではやっていきましょう。コロコロローラー、やばい、結構きつい。足伸ばしてやってみますね。無理じゃない？無理じゃん。無理じゃん。こういうね、筋トレが苦手な人のためにこちら、シャカン、エクリアリー。これはなんとお腹に貼っつけてるだけで腹筋ができるかもしれないっていう神のグッズです。では剥げていくか。シャキーンは可愛いんだよね、色合いが。これが貼っつけるやつかな、可愛い。これとバッテリーかな、充電の USB が入ってますね。説明書、エクササイズブック、操作方法が書いてある。なんかここにも使用方法が書いています。とりあえず充電していこうかな。まずこれを取り出します。こちらに挿して充電していきます。パソコンとかの USB につなげればいいかな。はい、今充電中なんですが、こんな風にね、4段階ね、 ABCD って書いてあるところ、これが ABCD までこの赤いランプがいったら充電がフルでできたという感じらしいです。はい、というわけでね、充電し終わりました。では使っていこうと思います。まずこちらをこれにつけていきます。その前にこれ直接肌につけるそうなので、まずちょっと体をきれいに拭いてもろて、今回は腹直筋のところにつけていこうと思います。この真ん中のところで、みぞおちからおへそにかけて貼っていきます。し終わった後はこちら、これ厚紙みたいになってるんですけど、防水性の厚紙みたいな、これに貼っつけて、この専用の入れ物の中にね、入れて保管するといいらしいです。いいね、可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど。つけます。可愛い。で、ここにつけます。むずいな、これ押すか、かなり力いる。はい、というわけでつきました。で、これをね、ここに貼っつけていくわけですけども、よいしょ、はい、直接貼っていきます。
貼る前にちょっと説明しよう。はい、というわけでこちらなんですが、よく見るとね、ここにポッチがあります。ポコッと出てる凹凸の方が強くする、振動を強くする方ですね。でこちらが弱くするという感じです。ちなみに電源の場所はこの真ん中の下のこれですね、このポッチ、これが電源です。よし、つけるぞ。裏はこんな感じ、べちょべちょ。はい、よくわかんないけどなんかおかしくない？新鮮系だけど、なんかちょっと違うな。この上にね、服とかかぶせても大丈夫みたい。はい、これでとりあえずさっきのエクササイズをやっていこうと思います。ここがスイッチですね。え、動いてる？え、動いてないよ。え、どういうこと？待って待って待って、何も感じないぞ。鈍感なんか、もしかして感傷？え、え、え、何にもなんない、何にも感じない、何にも感じない人なんかもしれない。え、あ、なんかあったかくなってきた。そう言われたらちょっと体がビリビリしてきたような気がしてきた。え、腹筋を鍛えることで筋肉の内側にある脂肪や内臓を正しい位置に揃え、美しい引き締まったお腹をゲットすることができますみたいなこと書いてある。ふーん、え、ちょっと待って、ビリブルブルブルってなるわけじゃないんだと思ってたのとちょっと違うなんかサッカー選手がなんかよく宣伝してたあれかと思ってしまいました。え、なるほどね、超微振動っていうことかな。ヘルツ、ギターが 400Hz ぐらいですかね。あの振動よりめっちゃ高いってこと？あの10倍ぐらいは高いってこと？まあいいや、これでじゃあ運動していこうと思います。こちらに書かれてあるねエクササイズを実際にやっていこうと思います。肩の下に肘が来るように腕をつきます。こんな感じかな、間違った、こんな感じですね。はい、そして上体を上げます。息を吐いて伸び上がり、息を吸って緩める。どうやってんの？え、どうやってんの？あ、こう、え、え、これ以上上がらないよ。え、どういうこと？なんか若干あったかくなってきたような気がするんですけど、難しいですね。あ、とりあえずこれを1分間、あ、疲れた。はい、1分経ちました。効くんかしらっていう感じですけども、使い方が合ってるのかな。お察しの方もいらっしゃると思いますけど、消耗品ですね、こっちのペロッとした方は。まあお手入れもできるそうなんですが、水洗いちょっとして乾かすっていう感じらしいです。基本的にね、ここは汚れないように気をつけなさいと書いてありました。まあ、寝っ転がるだけなんですけど、今度はこちらゴロンとなって足をクロスさせるやつですね、やってみようと思います。今なんか微妙になんか動いてるの感じる。あれ、もう感じなくなった。あれ、あ、テレレ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 って感じで、なんか感覚を分けてジャワジャワジャワってするかもしれない、気のせいかな。こうですね、いないよ。横にスライディングさせながら後ろ足を引きます。ちょ、難しい。めっちゃ疲れたよ。周波数が一気に下がって 2000Hz ぐらいかな、ね、そしたらやっぱりちょっとブルブルってしてるのが分かるんですよ。でで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 で、周波数が高いと波が速いからあんまり感じなかったけど、だいぶ波が荒くなってくるとね、こう振動してるのが分かります。というわけでこのままあぐらをかいていこうと思います。なんとか座り、熱い、髪の毛結びますね。あー、涼しい。開脚と前屈は対処できないよな。生まれた時から体が硬くて、生まれた瞬間に看護師の方に、まあなんて体が硬いんでしょうと、なんて体が硬い赤さんでしょうと、まあね、言われたくらい。普通の赤ちゃんってこうおむつ替えるときに足パッコーンってなるじゃないですか。あのパッカーンができなくて、めっちゃ硬い幼児だったらしいんですね。
大変びっくりしたそうで、まあ、そんなこんなありまして、これではいかんだろうということでね、幼稚園生の時にバレエダンス、あのくるくる回るやつの方1年間習ったんですね。なんですが1年間いたにもかかわらず、もう全く足が開かなくて、まあ、練習にしたのかって言われたらどうなんかなって思いますけど、まあバレエ教室に週1ぐらいで出たのでね、その行ってる間は絶対に開脚させられるわけです。めちゃくちゃ泣きじゃくりながら、なのに90度以上開かなかったね。うん、やめました。筋金入りで硬い体なんですよね。硬いとこ何が悪いかって言ったら、運動した時にすぐ疲れる、筋肉痛になる、なんか怪我しやすい、故障しやすい。よいしょ、まあんまりいいことはない。あと宝塚には絶対入れないね、この硬い体だと。というわけで反対側も頑張りましょう。最初は体めちゃくちゃ硬いくせに、中学2年生ぐらいの時かな、マジ本気で宝塚に入りたいと思ったことがありまして、あのたまたまなんか夏休みのなんかお休み特集みたいな感じで宝塚やっててですね、ベルサイユのバラ特集を見てたことがあって、それで宝塚高校生からならいけるやんって思って、どうやったら入れるんやろうって調べたことがあったんですね。あ、そしたらなんとバレエができないとダメ、体の柔軟さみたいな、もうそこでもうキックアウトですよ。ダメなんだと思って、体操の夢はあけなく破れました。終了ですね。まあ、もし宝塚に入れるぐらい体が柔らかくてダンスが上手かったとして、発声ができたとしたらば男性役がやっていたよね。うん、最近全然宝塚見てませんけど、今どんな人たちがいるんだろうか。というわけでなんだかんだ言ってたら1分間経ったかな。ふう、これ本当に効いてるんかな。本当にただなんかストレッチして気持ちは良くなってきている、あったかくなってはきていますね。はい、というわけでね、手を伸ばして上に伸ばします。ちょっと手を伸ばしてハンズアップ、そして横にこう引っ張ります。鼻息やばい、結構ビリビリくるわ。ここはすごい感じますね、ビリビリって。はい、終わり。で、ここに貼ります。ペタッ、こんな感じで貼れました。頑張ったね。こうやって保管していく感じですね。テポーン、かわいいんですよね、見た目が。これかわいい、ちょっと聞いてるかどうかはいまいちわからんのですけども、まあ、見た目はかわいいですね。これで何のどういう変化があるかちょっと毎日やってみようかなと思います。これをつけてこのコロコロローラーやろうかな。難しいわ、タイさんには無理かもしれん。いまいち使い方がわからないっていう難点がございますね。血が出ろよって感じですけどね。コロコロローラーで継続。うそ、あ、もう無理なの。これはこれこうやった方がいいんじゃない。あ、これの方がいいんじゃないか。このフェイスコロコロみたいな感じで体コロコロローラー、どうでしょうか。いい感じの、効いてる気がする。どうやろう、これいいな、これいい。こういう使い方なんかをしね、説明書入ってなかったから、多分もしかしたらこういう使い方が合ってる可能性もあるよね。うん、ダンベルにもなるしね、あるけど。はい、というわけで以上で今日のトレーニングは終わろうと思います。効いたか効いてないかちょっとよくわからんね。ちょっとお腹見ていきましょうか。どうでしょうか、筋肉できた。力を込めて、ある気がするよ。あ、でもやっぱりあるんすよね。横から見たら顕著にわかる。ここにあるよ、ここにダンボの耳が。はい、これがねなくなってくれて、お腹の前のポッコリがなくなってくれて、バキコみたいになってくれたらねいいんじゃないかなと思ってます。というわけで、あのぼちぼち頑張りすぎないで、頑張って頑張ろうと思います。それではまた次回の動画で、バキバキの動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと待った。
あのこれ鈴鹿くん用意してたのに飲むの忘れてました。こちらね、お水です。でこちらにザバスを入れて、ザバスのプロテイン、これ飲んでいこうと思います。斜めに開くんだ。こんな感じで開けます。これ1個開けてみようかな。理想の筋肉のために体づくりに必須なビタミン成分配合というわけでね、100から 150ml のお水または牛乳、冷たいやつね、まあ、冷たいというか常温のやつに入れてくださいと。温かいやつに入れるとこのペットボトルが膨張して破裂する恐れがあるので気をつけてねってあります。こう入れますね。匂いはココアだ。中身もなんかココアっぽいですね。これを入れていきます。おー、これをね、シャカシャカシェイクしていこう。レッツゴー。シャカ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 。これでいいかな。汚い。いただきます。まあ、感想としてはなんかな、別に美味しくはない。美味しくはないけど、これで筋肉がつくんだったら飲んでもいいかなっていう感じです。というわけでこれもね、6日間かな、1週間くらい続けてみようと思います。どんな変化が出るんでしょうか。ちょっと前代未聞すぎてわかりませんけど、頑張ってみようと思います。ありがとうございます。それではまた。1週間後にお会いしましょう。バイバイ。